2011年まで中日ドラゴンズの監督を務めていた落合博満氏は、自身の YouTube チャンネルにてもう一度監督に復帰する可能性はあるかという質問に対して、オーナーの言った言葉としてこんなことを紹介している。勝つのは簡単だよ、でもそれは皆さんが許さないんだろうという話はちょっと小耳に挟んだ。まだシーズン途中の2011年9月22日、中日は監督の落合博満氏を解任した。その年、結局中日はセリーグを制覇し、これで落合政権は2010年に引き続き、リーグを連覇することになるのだが、監督を解任する理由を中日の球団代表はこう言っていた。一度、新しい風を入れたい。2012年以降の中日は、落合政権からの転換、もっと直接的に言えば、落合政権の否定から始まったわけである。そして、中日の低迷は、落合博満氏の解任から始まるわけである。そういうことで、今回の動画は、落合氏の解任から、中日はどう変わり、どのように低迷していったのかについて、考えていこうと思いますので、面白かったらチャンネル登録よろしくお願いします。まずはじめに、中日がどれくらい低迷しているのかについて簡単におさらいしておこうと思う。落合博満氏が監督に就任した2004年から2023年シーズンまでのドラゴンズの成績はこんな感じ。落合政権では初年度の2004年をはじめ、リーグ優勝は4回。そして B クラスになったことがないばかりか、2008年を除けば全て1位か2位である。一方、落合氏が退任した後はというと、2012年の2位とコロナによる短縮シーズンだった2020年の3位以外は全て B クラスだった。そしてご存知の通り、立浪政権は2年連続でセリーグ6位となってしまっている。落合博満氏が監督を務めていた2004年から2011年までと2012年以降の平均順位を12球団でランク付けしてみるとこんな感じ。2011年まで12球団でトップの 1.63 位だったドラゴンズは、2012年以降、12球団でワーストの 4.67 位となってしまっている。文字通り、かつて最も強かったドラゴンズは、このおよそ10年間、最も弱いチームになってしまったわけである。まあ、中日がいかに低迷しているかは、野球ファンであれば、なんとなく肌感覚でもわかるので、とりあえずこれくらいにしておくとして、続いて、本来の落合政権から現在の中日はどう変わったのかについて考えていきたいと思います。嫌われた監督という本がある。鈴木忠平という作家が書いた本で結構売れたベストセラーなので知っている人も多いと思うが、この本には題名の通り、落合博満氏がなぜ球団から嫌われたかが書いてある。そして嫌われた理由は、落合氏がリーグを連覇したにもかかわらず解任された理由でもあった。この本では様々な要素に触れているのだが、現在の中日との関係で気になるのは3つの点である。まずは、落合氏を解任した際に、中日の球団代表が言った、新しい風という点である。まあ、非常に曖昧な表現で、いろいろな意味が含まれているわけだが、ひとまずストレートに考えてみて、落合政権の選手の年齢層を見てみようと思う。確かに、落合政権の年齢層は高かった。特に野手は、平均年齢が常に、セリーグの上位の3チームに入っており、2005年から2009年の5年間は、最も高齢のチームとなっていた。ただ、落合政権を通して、新陳代謝がなかったわけではない。立浪が森野に代わり、また、2008年の時点で39歳だった、タイロン・ウッズに代わって、2009年からは29歳の、トニ・ブランコが4番を務めた。落合政権の最終年である2011年、中日のラインナップは、こんな感じであった。41歳の谷繁をはじめ、荒木、井端、和田など、恐竜打線を牽引してきたベテランが、名前を連ねている。新しい風という時、中日は、こういった、
高齢化したチームからの転換を目指したわけだが、それは端的に言ってしまえば年俸が高すぎてチームの懐事情と見合わないということを意味していた。2011年、新しい球団社長と球団代表はチームの人件費を調査し始めたらしい。嫌われた監督曰く、中日は赤字を抱えるようになり、財政を圧迫しているのは、勝ち続けたことによって高騰した選手やコーチ、そして監督である落合氏の人件費ということだった。2011年、中日の年俸総額は推定30億2670万円で、12球団の中で3番目に高額だった。落合政権下では、2007年が年俸のピークで、2008年から9年にかけて、タイロン・ウッズと川上憲伸が抜けたことで、総年俸が大きく下がったのだが、2011年にかけて、再び年俸が高くなっていた。選手の年俸に加えて、監督である落合博満氏のサラリーも高騰していた。監督就任当初、落合氏の年俸は1億5000万円だったという。しかし、契約には、成績に応じて年俸が上がるという条項がついており、優勝すれば5000万円、3位以内なら数千万といった感じで増額するのだとか。デイリースポーツは2011年の落合氏の年俸を3億7000万円としている。この年、選手と合わせて中日は推定年俸1億を超える人間が12人もいた。かつてなら赤字が出た時は親会社の中日新聞が補填してくれていたが、状況は大きく変わっていた。このグラフは中日新聞の売り上げとドラゴンズの選手の総年俸を組み合わせたものである。新聞の売り上げは基本的に右肩下がりであるが、落合政権下の選手の年俸は増減がある。さっきも言ったように、川上憲伸とタイロン・ウッズの対談で一時的に下がった年俸は、2010年と2011年にリーグを制覇することで再び上がった。落合政権下で球団の黒字収支は一度もなかったという。要するに、強い落合政権は中日というチームのキャパシティを超えていたのである。2013年から2014年にかけて、中日の総年俸が全体の3分の1にあたる10億円ほど下がっている。記憶にある人もいるかもしれないが、2013年のオフ、中日は大規模な減俸を行った。有名なのは、2013年の年俸が1億9000万円だった井端弘和に対して、2300万円という減俸の限度額を大幅に超える年俸を提示したことである。皮肉なことに、この緊縮財政を実行したのは、2013年オフから GM に就任した落合博満氏だったわけだが、彼曰く、球団の指示に従ったまでだという。その後、中日は、かつてのように、総年俸が30億円を超えることはなくなった。2023年の総年俸は、約19億9600万円。セリーグで最も安い金額であった。さっきの年齢層との関連で言うと、中日の若返りは、高額な年俸を抑えることでもたらされた、副次的な側面もあるように思えるわけである。中日が落合博満氏を解任した理由としては、観客動員が伸びないことも挙げられるわけだが、中日はその原因に落合氏が指揮する野球がつまらないことも一因と見ていたようである。落合政権のつまらない野球とはこのような野球のことらしい。野手よりも投手を集め、打てるものより守れるものをゲームに送り出す。そうした合理性の追求は勝利の確率を高めたが、同時に落合の野球がつまらないと言われる要因にもなっていた、とのこと。確かに、落合政権の投手力は強力だった。8年間のチームの防御率は、こんな感じなのだが、基本的に強力なピッチングスタッフが揃っている。また、こんなデータもある。これは、1点差ゲームの成績なのだが、落合政権下では、どのシーズンでも、1点差ゲームを負け越したことがない。いかに僅差の試合で守り勝っているかがわかる。自身の書籍にて、落合氏自身も、このように書いている。私は、ドラゴンズの監督に就任してから、ずっと投手力を中心とした守りの安定感で、勝利を目指す戦いを続けてきた。2010年のオフ、OPS が5割の真ん中に過ぎない、岩崎達郎の年俸が 1.5 倍以上も上昇したことがあったが、これは、落合氏が、守備要員である岩崎の年俸を、アップするよう、球団に掛け合ったためだという。いかに守りを重視しているかがわかるエピソードである。ただ、落合政権下は守りだけではなかった。
例えば、セーバーの世界では、WRC プラスという打撃の結出度を総合的に評価する指標があるのだが、落合政権下はこんな感じだった。WRC プラスは105平均としているのだが、2004年を除けば、落合政権は全て平均以上の打撃力であったことがわかる。2005年と2006年に至っては、セリーグのトップで最も打てるチームだったわけである。福留、森野といった、生え抜きの中軸もいたが、和田和弘や、タイロン・ウッズ、トニ・ブランコといった、フリーエージェントと助っ人の力も大きかっただろう。彼らがいなければ、上昇軍団を作ることはできなかった。こんな感じで、落合政権とは、どういったものだったのかを見てきたわけだが、最後に、これを踏まえて、今の中日の展望を、少しだけ考えていきたいと思います。最初に見たように、中日のオーナーは、落合氏に対して、勝つのは簡単と言ったらしいが、私的に、それはなかなか難しいように思える。というのも、今の中日は、落合政権にあったものがない状態で、戦っているからである。活躍しても、大してインセンティブがなく、FA を取るような予算もなく、また近年の NPB では、ウッズやトニ・ブランコのような、助っ人外国人選手を当てるのはなかなか困難である。もちろん、優勝できないというわけではない。メジャーリーグのスモールマーケットのチームのように、再建期とコンテンダーの波をうまく作って、勝負できるシーズンに集中的に投資をすれば、優勝の可能性は高まる。そういう意味で、柳や小笠原が、フリーエージェントになる前に、中日が中田翔を取りに行ったのは、大きいように思える。ただ、落合政権のように、何年も優勝を狙えるチームを作るのは、かなり難しいと思う。あるいは、オリックスのように、育成にかなり投資をして、吉田正尚や山本由伸のような、球界を代表する選手をポスティングに出して、そのお金で FA を取るようなことができれば、上昇軍団もあり得るかもしれないが、まあ、それには、かなりの労力がいる。ちょっと前に、私は、監督が無能か有能かをデータを使って分析する、という動画を作ったのだが、実際の試合の成績に反して、中日の立浪氏は、そこそこ有能ということになってしまった。それ以来、私は名古屋に縁もゆかりもないのだが、中日が気になる存在になってしまったのである。まあ、そういう個人的な事情もあって、来年は米騒動みたいなネタだけじゃなく、野球の結果でもドラゴンズには球界を盛り上げてほしいと思っている感じなのであった。終わり。